He represents France. A warm welcome now for Brion Joubert.9人目のスケーター登場、フランスのブライアン・ユベール、新鋭17歳、第2グループ、彼が9人目。今日登場するのは19カ国28人です。メキシカンハットです。彼は第2グループでは2人だけという4回転に挑むんですが、どうでしょう。4回転のトーループ、ちょっと手をつきました。そしてダブルのトーループ、諦めませんでした。高さが足りなかったですね。トリプルアクセルだったんですけれども、3回転半です。国際スケート連盟が定めたグランプリシリーズ、アメリカ大会、カナダ大会、フランス大会、ドイツ大会、ロシア大会、そして日本の NHK 杯が6つありますが、そのうちのアメリカ大会、今年出場して第9位。その上位の選手だけで争われるファイナル、去年はカナダのキッチナーで行われました。ヤグディン見事に優勝、金メダルに最も近い2人のロシア人のうちの1人、プルシェンコを抑えました。ストレートライン、一直線のステップシークエンスです。ステップからのトリプルフリップ、スムーズでした。17歳でオリンピック初出場、フランス、ブライアン・ユベール。そしてコーチの方が今大きな拍手を送っています。まあ、動きは良かったですね、はい、特に後半にかけてのそのステップとか、そういったところの動きは本当に良かったんですけれど、ジャンプを2つ失敗してしまいますと、例えば 0.3、0.3 というふうに減点されても 0.、もうすでに6を引かれてしまうということで、やはり1つ失敗しただけでも大きいんですけど、2つ重なりますとちょっと大きな減点になると思いますね。コンビネーションジャンプの失敗と、単に1つの単独のジャンプの失敗の減点の差というのはどうなんですか。これはですね、失敗をした、そのどういう失敗をしたかによって、比較的細かく、その大体何点、 0.1 とか 0.2 とか 0.3 とか引きなさいというのがルール上決まってるわけですね。これ1回手をつきまして、ここからこらえて、もう1回でダブルにしたんですけれども、ここでまた足をついてしまう、結局ジャンプのランディングができなかったということですね、はい、ここはアクセルジャンプ、これは着氷姿勢が取れずに、ステップアウトって言って、次の足にステップに出てしまったということですね。こらえきれなかったということです。後半 の、 ストレートラインステップシークエンスは良かったんですが、これは飛ぶ瞬間にエッジがアウトサイドなのでルッツになってますね、はいはい、本来ですとインサイド、そうですね、はい、の予定だったようなんですけれども、ルッツにしたのかもしれません。アウトサイドですとルッツジャンプになります。クリスティ山口です。ご覧のように開会式でも見事な演技を見せました。今日クリスティ山口がこの
アイスセンターに来ています。まあ、あとですね、非常に流れは良かったんですけれども、ストレートラインステップとかでですね、スピードを重視したためにそのスピードの出るステップしか入れてないんですね。ということは結局細かい複雑なそのステップワークが入っていないとかですね、まあ、この辺は減点ではないんですけれども、その他にいいステップを踏んでいる人と比較するとどうしても点を低くせざるを得ないというような、そういう影響も出てきます。ブライアン・ユベールの第一採点、リクワイアードエレメンツです。要素点はどうでしょう。全部が4点台。ブルガリアのジャッジは 4.2、 それからルーマニアも 4.2 というジャッジです。まあ、だいたい 0.5 から6は引かれていると思いますので、まあ、プレゼンテーションはそれぐらい逆に上がってくると思うんですけど、その要素を含む表現力です。フィンランドが 5.3、 そして日本 5.4、 クニントンで現在第8位です。Thank you.